皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルご覧いただきありがとうございます。今回はわさびのアクアリウム超大型水槽を語る180センチ水槽編についてお話をしたいと思います。で、今回のわさびのアクアリウムシリーズ、実は過去に何度か、やらせていただいておりまして、何かと言いますと、実際に当店で展示している水草レイアウト水槽の、各水槽ごとに、デザインコンセプトであったりとか、泳がせている魚、そして使っている水草、その他、それぞれの水槽を作った時の思いや、その後の管理とかね、そういったことをお話しするっていう内容でやっております。なので、いつもわさび水草チャンネルでやっている、結構硬いお話というかですね、技術、ノウハウ、テクニック、そのあたりのことはあまり触れずに、柔らかい話というかですね、くつろいで動画の方を見ていただけるような内容になっております。ぜひ最後まで見ていただければ大変嬉しく思います。で、今回こちらの180センチ水槽について、ちょっとね、いろいろとお話をしたいなと思います。で、まずサイズからなんですけども、横幅180センチ、奥行きが60センチ、高さが60センチ、水量がですね、なんと、単純計算で648リットル。実際には、この減らしている分とかガラスの厚みがあるので、600リットルちょっとぐらいですかね、ぐらいの容量の、かなりモンスター級の水槽となっております。ジャンル的には超大型水槽になるかと思います。今回まずお話ししたいのが、皆さん多分一番気になると思うんですけども、実際のところ180センチ水槽ってどうなのみたいな、家庭に置いた場合どうなるのみたいなね、ことだと思うんで、今回は、私自身がこちらの水槽を、立ち上げそして管理するにあたって、思ったことをメリットデメリットを挙げてみたいと思います。で、まず結論から言いますと、180センチ水槽はめちゃくちゃおすすめです。ぜひご家庭にっていうところまでもうプッシュしたい、ところです。というのがですね、で、180センチ水槽でデメリットマイナス点っていうのがもうほとんどないんですよね。まあないことはないんで、ちょっと2つだけはデメリットあるので、ここだけはちょっとこの後お話はするんですけども、それ以外もう超メリットだらけというかですね、もう何一つこう、うん、やめといた方がいいですよ、みたいなね、点がないんです、実は。これはなぜかと言いますと、この超大型水槽にはメリットがもう3つあります。もうこれは他の水槽ではないメリットです。で、それの3つっていうのが、まず1つ目、とにかく見た目の迫力がすごい、もう圧倒されるということですね。家に水族館がある。水族館に行く必要がない、とまでは言わないですけども、もう本当に抜群の存在感です。やっぱりこんなに大きい水槽が自宅にあったら、もう多分皆さんお仕事終わったらもうまっすぐ家に帰りますよね。ほんで、ずっともう家の中に引きこもるみたいなね、この水槽を見ながらお酒飲んだりとか、ね、このゆったりとした癒しの時間を味わえるのではないかなと思います。で、横幅180センチで奥行き60って言ったらもう畳1枚分ぐらいのサイズなんですよね。もうそのサイズの水槽があるってもう、なんていうかですね、もうアクアリウムをやる方にとってはもう本当に最高じゃないかなと思います。もう圧倒的な迫力。これはもう180センチならではの魅力だと思います。まずこれが1点目ですね。まあ見栄えのところです。で、次に2つ目。魚のサイズ、大きさの制限がなく、なおかつ泳ぎが自然に近い感じのものが見れる。これですね。これは本当に魚好きな方にとってはものすごくメリットが大きいかと思います。やっぱりこの水槽サイズに合わせて魚のサイズも合わせていかないといけないので、やっぱこの魚入れたいなと思っても、やっぱり水槽サイズの大きさが小さいと諦めざるを得ないとか、いっぱいたくさんの魚を一気に入れたいのに数がやっぱりそこまで入らないとか、いろんな制限がかかってくるんですけども、ここまでになってくると、もう本当に極論、例えばカージナルでも数百匹ドーンと入れたって、もう全然なんともないです。もちろんろ過もしっかりとしたね、設備がいるんですけども、全然問題がないと。まあそういうこともあって、まあこちらの今回の水槽に関しては、もうバラエティにもいろんな種類をごちゃ混ぜで入れてるんで、まあこういったスタイルもできると。で、なおかつ、今回の水槽ですと、わりかしね、大きくなるような、レインボーであったりとか、まあブラックテトラとかですね、ネオンドワーフレインボーとか、結構ね、大きくなるような魚を入れてるんですけども、とにかくこういったね、
ハーフオレンジレインボーなんてものすごくこう栄力が強いので、やっぱりこういう広いところに泳がせるとものすごく映えるというかですね、泳ぎが優雅な泳ぎを見れます。で、魚自体も水槽サイズが大きくなるとより自然の川を泳いでいるような感覚というか、そういったものになると思います。おそらくストレスとかもね軽減されると思うので、やっぱり泳ぎ方が優雅ですし、それぞれの魚の個性とかも、他の水槽サイズに比べて際立ちます。やっぱり観察していてものすごく面白いなっていうのはありますね。で、次に3つ目、これものすごくめちゃくちゃメリット大きいんですけども、苔が出にくい。これはね、ほんと水質が安定するってことなんですけども、水量が大きくなればなるほど、水槽管理というのはめちゃくちゃ楽になります。もうこれについては過去の、わさび水草チャンネルでかなり説明はしてきたんですけども、相当管理は楽です。ここ皆さん気になるところだと思うんですよね。大型水槽ってめちゃくちゃこう管理とかもうお世話大変じゃないですかみたいなね、ご質問を普段受けるんですけども、実は逆でして、もう一旦立ち上がった超大型水槽はものすごく楽です。具体的なイメージで言いますと、例えば水槽っていうのは1週間に1回皆さん3分の1ぐらい変えられると思うんですけども、水替えですね、こちらの水槽ももちろん週1で変えてもらった方がものすごく水も入れ替わって、水草の状態も良くなるんですが、ただ週1でやる必要もないぐらい水が安定します。なので極論2週に1回とかでもいいですし、ものすごくお仕事とか忙しくても1ヶ月ぐらいでしたら全然許容できます。まあ、もっといけるかもしれないですね。ろ過がもっと強力に安定してきて、水質が安定すれば。なので、めちゃくちゃ普段忙しくて、水槽にかける時間が全然ないっていう方は、逆にこのサイズもうめちゃくちゃ楽です。超おすすめです。本当に水槽の中がクリーンになって水質が安定するということは、配管類、リリーパイプとかね、皆さんガラスパイプとか使っている方、その汚れも軽減できます。何もかもが、楽になる。この点はものすごくメリットかなと思います。で、一方で、立ち上げ、作るときどうなんですかっていうね、質問もあるんですけども、作るとき、実はこれも、めちゃ簡単です。めちゃ簡単って言ったらあれなんですけども、人がちょっとね、補助で、手伝ってくれる方がおられれば、全然難しくないです。なので、で、私もこのちらの水槽立ち上げるときは、お手伝いの方に、石を一緒にね、こう、水槽の中に入れたりとか、する作業してもらったんですけども、レイアウトデザインの考え方であったりとか、あと、このデザインを作り込むときの考え方、これはね、水槽サイズが変わっても全く一緒です。構図もですね、3種類ありますけど、その構図に即して、しっかりとレイアウト素材を配置していく、全然同じです。やり方は同じです。ただ一点難しいのは、この水槽サイズに見合った素材を用意できるかどうかっていうところがちょっと問題かなと思います。例えばですね、もうこの手に持った時にはものすごい大きい流木だなと思っても、こうね、両手に抱えるぐらいの流木でも、この中に入れたらもう枝流木の一本ですかみたいなね、ぐらいの、状態になってしまうと。なので相当もうバカでかいようなレイアウト素材がちょっと必要になる。まあ、ここはちょっと問題になるかなと思います。なので素材の調達さえ問題なければ、作ること、立ち上げることはそんなに苦ではありません。手間かからないです。特に水草もね、植えるところめちゃくちゃ多いんで大変かなと思われるかもしれないんですけども、植えるのがちょっと面倒という方はエディエから出ているワビ草、もう土台に水草がねもう最初から根付いてるやつ、もうこれをもうバババババって並べたら終わりです。めちゃめちゃ簡単です。なので意外と作るのはそんなに工夫次第で全然難しくないです。まあ、ちょっと人手がね、いるっていうところぐらいなので、特に作ること、そして管理することは全然皆様が多分思っておられる以上にめちゃめちゃ楽です。じゃあ逆にマイナス面はないのかって言われると、2つです。もうこれね、本当に、もう皆さんも分かっておられるかと思うんですけども、1つはコスト、そして2つは置き場所、この2点です。もうこれだけなんですよね。これだけって言ったら大きな問題ではあるんですけども、やっぱりコスト、このね、180センチ水槽を立ち上げるとなると、もうろ過装もめちゃくちゃ大きいのがちょっと必要になってきたりとか、あとはやっぱり水槽の本体も大きいですし、ちょっと搬入に、すごく人手がかかったりとか、あと照明も今、AD のソーラー RGB3 灯をつけてるんですけども、そのあたりが他の水槽と比べても全然、ちょっと最初のイニシャルコスト、導入コストが、変わってくるかなっていうところ。
のがやっぱりデメリットとしてはあると思います。でもちろん機材をどれを使うかによってだいぶ値段差があるんですけど、どれぐらいかかってんのってね、多分皆さん思われてると思うんで、ここはちょっとね触れておきたいんですけど、まあイメージとしては、コンパクトか車の1台分ぐらいと思っていただければわかりやすいです。軽自動車とか、そのねコンパクトか比較的小さめの、お車のお値段ぐらいがかかると。まあこれはですね、まあ皆様価値観人それぞれなんで、いやそれだったら車買うよっていう方もおられるかと思いますし、まあ逆にね、それぐらいのコストをかけてでもやっぱりこの世界観を味わいたいという方はそれはそれでおられると思うので、皆様の価値観にお任せしたいと思います。まずこれが一つ目のデメリットですね。で二つ目の置き場所、これも、かなり大きなデメリットではあると思います。やっぱり横幅180センチあるんで、ね、相当ちょっと広い幅の場所がいると、両サイドもカツカツだとねメンテナンスとかもちょっとやりづらくなっちゃうので、やっぱり横幅ねさらにプラス1メートル2メートルっていう、の置き場所がいると。で置き場所は全然 OK ですよっていう方もおられるかと思うんですけども、ただ注意点が重量です。めちゃくちゃ重たいです。このまま置いちゃうと床抜けますということもあって、床下補強が必ずいります。だいたいですね、この、水槽と水槽の、まあ、中の水とか石とかね、これ総重量台も含めてですね、総重量でいうとやっぱり800キロとか900キロとかそのあたりになってくると思います。おそらく1トンはいかないと思うんですけども、1トンに近いぐらいの、重量は、見とかないと、持たないと。まあ、そういうこともありまして、広い場所プラス床下補強そして導入コスト、この3つですかね、まあ、細かくあると、まあ、こういったこともあって、これだけです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 っていうね、まあ、大きな問題ではあるんですけども、それ以外はもう本当にもうメリットだらけです。この後もまだまだちょっとお話ししたいことがたくさんあるんで、非常に長くなります。なので今回パート1ということで一旦ここで終了させていただいて、後日また後編の方で、詳しい内容、デザインコンセプトであったりとか、使っている魚、そして植わっている水草、そのあたりを詳しくお話しできればと思います。次回の、パート2をぜひお楽しみください。今回の動画もし気に入っていただけたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。今後もわさびのアクアリウムシリーズどんどん続けてまいりますので、継続的に見ていただければ嬉しく思います。では今回はひとまずこれでお別れしたいと思います。ありがとうございました。